高尾市の高尾港駅に CK58 が生体保存されている50型は日本統治時代の台湾総督府鉄道が導入し、太平洋戦争後は台湾鉄路管理局が使用した2気筒端式で飽和式のタンク式蒸気機関車である。台湾鉄路管理局では CK50 型と称し、14両が製造された。1905年から北部線の輸送力増強用に、 車製造で製造された車軸配置にから6から2の51トン級タンク機関車である製造の状況は次の通りである1905年製の2両は当初運転台の背部に水槽が設けられておらずタンコのみで1907年以降製は水槽が設けられていたため52型と形式が区分されていたが1934年に後部を拡大して タンと一体型の水槽を増設し、運転台周りも52型と同じに改造したため、52型も一括して50型とされた。1937年の昭和規定改正の際には C35 型と解消された。原設計は鉄道作業局神戸工場製の B7 型で、その図面が汽車製造にわたり一部をアレンジして、 台湾向けに製造したものと思われる。最初の2両に配部水槽が設けられなかったのは重量軽減に配慮したものであろう。1909年頃は台北へ、苗栗、台中に配置され、1922年頃にはキールンに8両、カヨシに6両であったが、400型や500型によって置き換えられ、1935年頃にはキールン、台北、高尾で、 入れ替え用とされていた。本専用だった頃は、電気式の全消灯を設けていたが、1932年に入れ替え専用になった際に取り外された。使いやすさもあって、全車が太平洋戦争後まで残り、台湾鉄路管理局に引き継がれて、CK50 型となっている。現在は、高尾市の高尾公駅に CK58 が生体保存されている。 五十形の所言を示す。ありがとうございます。